今ですね、浅間台駅の西側を走っています。でさっきまで動画撮ってたんだけど、高温注意で iPhone が熱すぎて動画が止まってしまって、ちょっと仕切り直しということで撮り直しております。で僕たちはさっき浅間台の駅前にあるお蕎麦屋さん、伏見っていうお蕎麦屋さんで食べたけど、めっちゃうまかったと。美味しかったです。ちょっとびっくりするぐらい美味しかった。4代目って長くやってるって言ってますね。めちゃめちゃうまいわ。相当レベル高い。すごいですね。びっくりした。美味しかった。建物も2年前になんか建て直したって言ってて、すごい雰囲気ある。であれ、日本酒が結構置いてあったから夜は飲める感じ。蕎麦と日本酒っていう、すごい美味しかった。目の前にあるのが浅間台駅、越谷市浅間台駅西口ですね。西口、駅ビルというの呼べばいいのかな。トスカ、トスカというのがある。でマリカさんのフォロワーの方情報によると、カルディがあると。そうなんです。しかも23周年らしいですよ、今年11月で。超老舗のカルディがある。すごいですよね。すごいよね、本当に。カルディっていうと最近できたイメージあるけど。そうですよね、そんな前から。前から。あと目の前にある春日部湯本温泉っていうのはここから歩いて50分かかるらしいです。さあすぐ近くにありますみたいな感じなんで、歩いて50分ぐらい。これで大丈夫か。こっちの音が多分しなければ。ちょっと西側少しだけぐるっとして行きましょうか。はい、あ、こっちが団地があるんだ。竹里団地って書いてある。竹里団地。竹里団地。竹里エリアに入ったんですかね。竹里エリアに入ったんだけど、あ、じゃあこのまま竹里の方行くか。それで竹里の駅前ぐるっとして浅間台の反対側に来るという、そういうルートにします。はい、道なりで竹里っぽいですね。これが竹里団地という、UR 竹里って書いてあるけど、どうなんだろう。建物から見る限り50年ぐらい経ってそうな、そうですね、気がします。でもやっぱ団地の中の方は公園と市役所、春日部市役所出張所、病院と郵便局と霞フードスクエア、おお、霞があるんだ。あと公民館と公園と。なるほどね。あ、ほんとその団地の団地向けの。1963年からあるから、もう50年だね。すごい、はい、だいぶ長いわ。3万7000から5万の振り幅でした。なるほどね、幅が。だからここの団地住みながら東京通ってますって言ったらそんなにないかもしれないけど、まあすげえ。おもろい、めっちゃいっぱいある。すごいいっぱいあるね。なんだろう、配達とかウーバーとか大変そうだ。確かに。運ぶの。いやー、まあ東京夫婦がこの団地に移り住むかというと移り住まないだろうと思うから、そうですね、まあ現地の人のものっていう感じはするけどね、まあこんな雰囲気ですっていう感じ、なんか左前が綺麗めな、春日部病院って書いてあるね。あれ、今は越谷を越えて春日部市に多分入ったのではないでしょうかと。あ、春日部市って書いてあるね、団地中央。こういうところがあるんですね。すげえ綺麗な病院はあるんですね。うん、すごいなんか新しいような感じするよね。内視は作り直したのか、壁塗り直したのかわかんないけど。ああ、団地広っ。ここも団地。あ、ずーっと続いてるんだ、この竹里団地っていうのが。すごい。すごいな。なんかこう東南アジア味があるというか、日本っぽい感じではないよね。ちょっと海外っぽいですね。ちょっと海
海外っぽい感じする。竹里南署を通り過ぎました。なるほど。ここは欅通りというらしいですね。ああ、欅通りというと、これをだから右に行けば道なりか、はい、道なりで駅だ。駅です。はい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 。竹里駅なんてなかなか来ないっすね。来ないね。シーさん来たことあるんですか？一回来た。まさしとラーメン食った。ああ、そうそうそう。ラーメンめっちゃうまかったよ。だからね、そこね、あの、南関で埼玉1位みたいな。南関のランキングかなんかで。すごい。ハマグリみたいな感じですか？ああ、あの、蓮田のね。あそこも美味しかったよ、ね。それもうまかった。駅前商店街っぽい感じですか、ね。そう、ここが、そうそうそう。こう、そうそう、こんな感じだった。金子商事目立つな。うん、何屋さんなのか分かんないけど謎すぎるけど。竹里駅西口ですね、うん、あ、私そういえば竹里1階2階来た、来たことある。友達がいて、ここで合流してちょっと飲み屋で、うん、すげえ。でちょっとした飲食店街というか、はい、あ、そうだ、思い出した。半分ぐらいちょっとシャッターで閉まっちゃってる感じかな。そうですね、まあ、夜すごいおもろい、いろいろ。またここもあれですね、チェーンじゃなくて。そうだね、うん、渋いな渋いは渋いよ正直。駅前にこれ駐車できるんだ、うん、近くて。竹里駅のこれが西口。西口、まあ当たり前のようにパチンコあるよ、うん、本当にど真ん中に基本的にパチンコあるんで。俺とまさし二人で1年前そこの角っこのね、サテンがあってそこでお茶、チャーシューバイだけ。家買う前ですか？あ、家買う前。いや、てか家買えよって提案してるとき。このコーヒージョイ。コーヒージョイ。今日は定休日みたいですね。で、ここもスーパー。これなんかパチ屋っぽいんだけど、本当あのスーパーの。迷っちゃった。ボーリングあ、ボーリングもあるの？そう、ボーリングが上にあって。100均も入ってた。あ、シェルズバー。なるほど。あ、こんな感じなんだ。こっちは来てこなかった。あ、これいけるかな？右来て。ちょっと左に行ってですね。おそらく僕の予想だと、これをまっすぐ行くと、その、食べたことのあるね、ラーメン屋が出てくるんですけど、そこすごい美味しかった。煮干し系でね。煮干し系。すごい美味しかったです。あ、細道。違うかな。いや、多分合ってると思うんだよな。あ、煮干し乱舞って名前ですか？あ、そう、乱舞みたいな。じゃあこの道で合ってる名前。めっちゃ右の方に行きますけど。え、こんなとこだったら目立たない。あ、あそこあれ、あれあれ。あ、すごいすごい。煮干し乱舞。あ、八屋の裏側なんですか？そう、ここね、ここでね、食べたんです。すごい目立たないのに、なんかすごい良さげな。今はやってないのかな。でもこれさ、この10… あ、やってます。この並ぶ人用のがあるから、その人気なんですよ。営業中だ。フェンス側に沿ってお並びくださいってあるから、そう、並ぶ店なんだよね。あ、もう。あ、今も食べて、中も満杯だね。結構満杯でしたね。満杯。すげえ。材料を品切れ次第終了らしいです。もうガチだよね。ガチとして来てます。いつかな、大丈夫かな、うん、あ、大丈夫か、うん、あ、こんな感じが、竹里駅の西側と。うんで、反対側に渡ります。そしたらこのまますぐです。この細い道をまっすぐ行きます。はい、まっすぐ。ここには八屋が。八屋が2軒。多いですね。うん、人でもいるよね、いるよね、結構。ゴーストタウンかと思いきや、全然人いるっていう。団地があるからいるんでしょう。いるんだろうね、住んでる人多いんだろうね。左に行きます。で、これを左と。はい、おお、踏切。
竹里駅。なるほどね。情報だと花輪さんは竹里団地出身でした。あの芸人の花輪さん。はい。すごい。あの芸人の花輪さんがオーナーのなんか六本木のお店で飲んだことあるな。オーナーやってるんですか花輪が。花輪さん。ここから大成したな。竹里から。竹里から六本木東京へ。なんか花さんも多分こうあれだろうね、育っていってここ出てえなっていうのがエネルギーになった気がする。やっぱ埼玉人のあれ、埼玉人あるあるのこの負のエネルギー。外出て一発当てるぞみたいなね。バイタリティがちょっとバイタリティがある。東京生まれのやつだとちょっと違います。違う。中目黒行き、こっから中目黒まで行く。すごいな。やっぱやば。え、しかもさ、なんかさ、車両新しくない？なんか色が、ね、東京から来た色。東京から来た色。いや、マジで、こっから中目黒行くってどういうことっていうね。そっか。じゃあ、ワンチャンここから、東京勤務。うん、勤務。あれ、まあ、遠いけどね。正直。で、しかも、あの、中目黒行きのやつね、確か確定なんですよ。で、こっから確定で中目黒って相当時間かかるとは思う。だからやっぱりここら辺に仮に東京から移住する場合ってやっぱり実家が越谷とか春日部とか近くて、かつ戸建て作りたいとかそういう風な感じになるよな。そうじゃなかったらなかなかここに移り住むっていうのは考えづらいんだよね。うん、気持ちが多分いかない気がする。こっち口全然違いますね。これで終わり。東口はこれで終わりです。おーすごい。ロータリーなし。ロータリーっていうのか、これは。まあ。バス止まる。簡単なロータリーがあって。で、居酒屋さんがあってと。はぁ、あ。ここも。で、キャロルっていう。キャロル。ハブみたいなのがあって、はんなり。あ、ここもそばって書いてある。ああ、でもなんかいろいろあるね。焼き鳥、焼き鳥屋さんと。チェーンじゃなくて。食べ飲みあるけどできそうっすね。うん。結構あるね。結構あるね。すごい。なんか伊勢崎線の確定機ってこんな感じのが多いかもね。なんか、似てるわ。草加の雰囲気とか、あの、新田とか八塚の雰囲気に似てる。やっぱちょっと、アーバンパークラインと違いますわ。ああ。ちょっと、野田線と違う。野田線とは。アーバンパークラインってなんだっけって思った。いや、俺もどっちで言うか悩んだんですけど。野田線。野田線。でも野田線もさ、まあ確かに違うかもしんないけど、まあでもそっか。ちょっと違うか。なんか個人飲食店あんまないんですよ。野田線？野田線はあるっちゃあるんですけど。なるほどね。じゃあなんかチェーン店がドンみたいな。ああ、確かにそうかも。すごい多く感じますね。ああ、やっぱ数多いね。こういうところにも居酒屋とかあるし。すごいな。ハンコクラウンジとかもあるし。なるほどな。うん、こっちはやっぱそういう感じなんだね。ボタン。なんか、シャレ、シャレ、シャレさて。すげえ、もう満車っす。ああ、人気なんだ。近所の寄り所みたいな。そんな感じするね。あれっすかね、やっぱ東京に一本で行けるっていう、あれでなんか人がちょっと。まあ、便利は便利よね。一本で行けるから。ほんともう野田線民からしたら羨ましいっすもん。乗り換えないから。そうだね。野田線はだって大宮でね、乗り換えないといけないっていうね。春日部で乗り換えそうか。春日部経由で東京行くなってもちょっと遠いよな。のメリットはちょっと安いっていう。あ、そっか。東武線で安く行けると。ちょっと安いですよね、場所によっちゃ。そっかそっか。大宮経由よりも、東武線で春日部経由の方が、まあ時間かかるかもしれないけど安いと。そうですね、学生の時はお金なかったんで、もう気にしてましたね。やっぱそういうの気にするよな。行っちゃおうみたいな。時間はあるし、みたいな。確かに。そりゃそうかもね。あ、これが4号線。はい、4号です。で、宣言台の方に戻ってます。宣言台の方に戻ると。はい。じゃあ、とりあえず宣言台の東側、またちょっと見て、はい。まあ、それで一旦、このシリーズは終了っていう感じかな。はい。
気分。4号線ってこんなさ、こう狭いというかさ、ね、もっとさ、もっとさ、でかいイメージある、草加の方とか。2車線のイメージあるよね。多分それがさっき言ってた、あの、分かれてた方、あっち側がそうだと思うんですよね。なんかこの用水路があって道路があってってこのパターン俺今まで初めてな気がするあでも吉川のところの方も若干似たようなね、こんな感じだったかもしれない。やっぱ近いからそうなるんですかねこの紳士服の青山とか、うん、こういうスーツ屋さんはマジでもう厳しいね、うん、もうこの20年でスーツって着なくなったし、多くの人が、かつコロナでそんなに出張もなくなって、そっか、もう全くスーツ売れてないっていう。あらら。そして CM で最近見なくなったから。あ、確かに CM でスーツ見なくなったかも。コナカとか。昔はバンバン売ってた。ああ、それはいい指摘かもしれない。削ってんだろうね。てか広告っても買わないもんな。そういうシーズンじゃないとね。相当厳しい、うん、ちなみにだから青木ってねあれなんで多角経営しててスーツだけじゃなくて快活クラブって青木がやってたり。え、あ、そうなんですね。そうそう、あらまあ、あとアニベルセルっていう結婚式場も青木がやってんだよ。アニベルセル案外ね他でも儲かってそうですよね。うん、ただねそのコロナのダメージを受けた産業ばっかりやっちゃってて、あ、相当厳しい。でこの左側がヨークフーズ、セブンタウン、セブンタウンって書いてあるね。すげえ。ヨークフーズだから今セブン&アイホールディングス、ダイソー、ニトリ、ヨークフーズ、マツケヨ、歯医者、メガネ、ねえ、いっぱいあるね。なんでもこれ、うん、揃ってる。え、このさ右側の岩滝ってステーキ&ハンバーグなんかすごい美味しそう。うまそうっすね。なんか雰囲気あるよね。あの三里の方に昔あったんですよ、岩滝、今なくなっちゃったんですけど、その時に行きましたよ。あ、本当に？そう、すっごい並んでて。じゃあ人気なんだ。そう、あ、びっくりして、今なんでここにあるんだろうと思っちゃった。やっぱなんか人気な雰囲気出てたもん。風合いが人気でしたね。美味しかった。フィリピンショーバブ、マニラクイーンとかあんの。あ、すごい。すげーな。すげー。こんな感じなんだこっち側。すごい、なんかもう潰れてるばっかりで。あ、またパチあるわ。すげえな。あ、マンションあった。マンションある。マンションも当然のようにある。マンションに関しては。宣言台。中尾キュービーハウス、マンション、はい、ドラッグストア、うん、でパチと。快活クラブ。で快活クラブと居酒屋ポロポロと。でコージーコーナーファミマ。うん、あれ。あのさ、2階の居酒屋はさ、あれは文造って読むでしょ、多分。で、南浦和のは武蔵なんでしょ。最近知ったんだよ、その。あ、そうなんですか。南浦和の文造文造で呼んでたけど、いや、武蔵だからって言われて、はずと思って。あ、大きい。だから、あんな感じのアドバルーンみたいなあれのスンタマを作ってほしい。あー、これね、スンタ君バージョン。スンタ君、元部とのあの庭に置く。これもパチってこと？ベスト10。カラオケ屋か。カラオケ屋さん。すごいマイナーなカラオケ屋さん。めっちゃ安かったっすよ。あ、安い。行ってる。4時間3時間って2700円。どういう状況？クラブファインプラス。ああ。で、お肉の居酒屋さんみたいな。ここもなんかあったんだろうな。ねえ。潰れちゃう。ちょっと渋いけど、なんかすごいな。あれとかも。あれが何の？あれはあれです。吉川駅前にあったパチンコ屋の桜と同じだと思いますよ。作り的に。なるほどね、うん、だ10年前くらいだったらにぎわってたんじゃないですか、もしかしたら。うん、宣言台はこんな感じなんだ。なるほど、うん、ね、埼玉県立大学なんて俺聞いたことないんだけど埼玉県立大学ってあるの？え、わかんないです。いや、看板に書いてある。看板に書いてあるしか見ない。マジで一回も聞いたことないんだけど埼玉県立大学、うん、浦和大学とかの人は、浦和大学はあるの知ってるけど、あれも謎だよね。謎ですよ、ね、謎すぎるよな、ああいうのは。あ、なんとなくこれ右行っちゃったけど、まっすぐ行けばいいのか。あれ、まっすぐ行けば大袋の方に戻りますけど。あ、じゃあ浦和美園のカインズを目的地にしてもらってもいい？はい、了解です。カインズ浦和美園。
まっこっちから行った方が良ければこっちから。あ、多分右でしたね。右で大丈夫。はい、明治も真右ぐらいにあります。うん、本当びっくりしたよ。ちょうど右だった。ちょうどその県立大学通りますよ。県立大学通る。ちっちゃ。埼玉県立大学。あ、なんか浅間台中学校と独協大学越谷グラウンドがくっついてますね。あ、その隣の。なるほど。現代なんとなく雰囲気がつかめたな、はい、やっぱ行かないと分かんないですね。行かないと分かんないね、うん、浅間台の駅前なんかめっちゃ新しいマンションみたいなパッと見なかったよね。反対側もどうです、ちょっと古い大規模なやつあったけど、これから開発する可能性はあるのかな。ただ隣がやっぱ団地だから何とも言えないですよね、その住居的な場所のあれが、ね、そうだね。急行止まるのに意外ですよね、なんか。あ、そっかそっか、急行止まるのに大袋竹里は止まんないから。うん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 、なるほどね。浅間台この辺は車社会だから混みますね。そうだね。あ、でもパーキング550円だったマックス。パーキング550円、全然どうかしらやべえ。なんかパーキングの値段で結構街の価値というか測れる。確かにそう、可視化されてますよ。200円、250円、300円、400円。なんか今日午前中にそのメンターの応募してきてくれた人が草加に住んでるけど、まあ、伊勢崎線沿いだからさ、まあ、ここの方が当然より、田舎寄りではあるんだけど、はい、草加からでも新宿に通うのはむっちゃ辛かったって言ってた。あ、新宿から、あ、草加からどうやって行くの。だから多分北千住出て千代田線、線で乗り換えて国会議事堂とか行って丸の内線で行くのかな。いや、いずれにせよね、その伊勢崎線からその山手線の西側の副都心と言われる新宿とか渋谷とか行くのはちょっと遠い、うん、ただ渋谷だったら半蔵門線で直通だから距離はあるけど乗ってるだけだから楽かもしれないけど、うん、本当だ、1時間かかりますね、うん、意外に遠いんや。意外に遠いんだよね。イメージは近いですけどね、なんか東京近いしみたいな、うん、そうかね。だからさ、草加の方がさ全然東京寄りなんだけど、うん、新宿までの所要時間って鴻巣と同じぐらいなの。鴻巣と同じ。そう、鴻巣ってもっともっと田舎のイメージあるじゃん、草加なんかより、うんうんうん、でも JR がマジで早すぎてその草加の伊勢崎線がちんたら行ってんのを JR クソすごいスピードで抜いちゃうみたいな。そんな遅いあれなんですね。そのやっぱか なんだろうな、快速って言ってもいろいろ止まっちゃうから、うん、その JR の湘南新宿ラインがもう飛ばしまくってるから、あ、もうあれもう新幹線みたいな感じ。そうか、そっち相性悪いと。逆にだから上野とかさ、うん、その東側の方はさ草加と相性がいいっていう感じ、うん、がする感じするな、うん。新宿で飲んでこっちのこっちら辺まで帰るとか超時間かかってマジでイライラするだろうね。草加の温泉行きたいなって、シュウさんが言ってた。草加健康センターそうす超すごいよ。え、てかリュウタってさサウナちゃんと我慢できるタイプ。ああ、まあある程度はですね。あ、本当、死ぬ気で我慢はできないですけど、まあ気持ちよくなれるぐらいは。あ、俺だって経験したことのないサウナの暑さだって。あ、暑いっすね。てかね、もうねこれダメだろってぐらい暑い。なんかそのそんなになんかこれ絶対ダメみたいな。熱風やけどするわぐらい。そうそう、え、なんでだろう、そんな、これよくクレーム入んないなぐらい暑い。有名なんですかね、やっぱその暑さで。
なんかね、ガードせずにジェットコースター乗ってる感じ。いや、怖い、これでいい、これでいいのかなみたいな。なんか、ゆるゆるで、ゆるゆるでなんかジェットコースター。そう。これガパガパだけど大丈夫みたいな。やだやだ、怖すぎる。でも逆にちょっと好奇心が。そう。行ってみたい。いや、マジで。めっちゃ有名っすよね、なんか。そう。うん、あの、マークね、ラッコの。そう、ラッコのマークね。ちっちゃい時からありますもん。なんか、その、サウナで、普通にベースが熱いのね、サウナ。俺が今まで行ったサウナの中でベースがまず熱くて、もうその時点で熱って感じなんだけど、そのロウリュの時間が、その焼け石に水をやってめちゃめちゃ湿度高めて、その温風を、そのモワモワした温風を、風で、普通のロウリュはね、大型うちわで仰ぐんだけど、とかタオルでこうやって巻くんだけど、はい、その、草加健康センターは、マキタのブロワーで、その、マキタのブロワーで、だから要するに、超強力小型扇風機みたいな、もので撒き散らすの。やばいや、マジで、クソ笑っちゃうから。ロール始めてたんですか、草加の。そう。いや、なんかそれが名物っぽくてね。あ、そうだったんですね。そう、マジびっくりしたよ。ロウリュ行ってみたい。ロウリュはついで言うと、うん、この前スパハーブス行ったんですよ。あ、スパハーブス行った、うん、オートロウリュ入ったら、もう火傷するかみたいな感じで、ビビりましたね、あれは。だから多分それより熱いと思う。私、なんだっけ、大宮の鉄泊のとこにあるお風呂カフェあるじゃないですか。あそこもなんか、オートロウリュみたいな。あ、ロウリュあるよね。あれは弱くと思っちゃって、行ってみたいな本格的なロウリュと思ってました。ガチロウリュ。ガチロウリュ行きたい。多分日本一位だと思う。草加健康センター。ちょっと行きたいな。これがね、埼玉県立大学っぽい。あ、そう、これだ。クソおしゃれなんですけど。埼玉県立大学めっちゃおしゃれなんだけど。あら、まあ。何これ。新しいのかな、調べよ。埼玉県立。埼玉県立大学ってなんだよ、マジで。聞いたことねえよ。おしゃれだ。てか俺今適当に走ってるけど。あ、大丈夫です、まだ。はい。とりあえず、これさ、なんか、ナビ上だとさ、行き止まりになるんだけど。これナビが古いからかな。ごめんね。まだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫。渡れる橋がもうちょっと先にあるんで。2箇所あるんですけど。またちょっと田園の。そう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 、また田園の。だからここ越谷なのか春日部なのか埼玉市なのかわかんないけど、田園地帯、岩槻、岩槻なの、岩槻もうすぐ入るかなくらいですね。ちょっと一旦入ってちょっと抜けます。謎田園地帯。本当だ、岩槻。そう、ちょっと入ってます、岩槻で。また抜けますけど、微妙に。本当越谷、岩槻、この春日部の3つの前ぐらい。なるほどね。白鷺探ししないと怖いな。岩槻区がさ、埼玉市の中でめちゃめちゃでかいんでしょ、面積。そういう、あ、そうなんですか。そう、岩槻ってめっちゃでかいっていう面積。そうそう、みんながさイメージする岩槻ってさ、岩槻駅の周辺だけどさ、うん、実はめっちゃでかいっていう。しょぼいイメージ持ちがちですよね、岩槻って聞く。そう、でもクソでかいっていう。だ、中学校とか結構いる、いっぱいあって、あ、なんだろう、友達がいっぱいできるんですよ。あ、なるほどね。すごい。横の、あ、何々中だよね。はい。ああ、横のライン。なるほどね。さっき面談した方も岩中って言ってたね。そうですね。地元。隣の。岩中って言ってた。それ結構岩槻の知られてないあれかもしれない。いきなりに行きます。もうすぐで左ですね。すぐで左ね。はい、橋があるので。すごい、なんだこんなとこに家作り、ね、なホーム店、なごみ、あ、田んぼすげえな。ほんと、目が良くなりそう。大台あれ、左ですね。お、左、はい。でかしばけ、かわいい。おばあちゃんが連れてかれちゃった。おばあちゃん、確かに。かわいい。おばあちゃん、ほんとかわいい。牛を、すごいね、牛使いみたいな。ゴンやった。なかなか見ないよね。これを、これを左に行きたいです。お、左に行ってすぐ右に行くと橋が。なるほどね。あれは昭和のやり方でした。昭和のやり方、平成では見なかった。平成では見なかった。令和では問題になる。令和では問題になる。動物虐待とか言われちゃいました。
すごい複雑性の高い道に。こうです。ごめんなさい。はいはいはい、左ってこうですね。セブンの。オッケー。あ、ここか。はい。わかるんだ。わかります。永大橋って書いてある。永大橋。またさっきの元荒川を越えます。元荒川を越えると。うん、ここの横ラインが抜け道で使われてますね。岩槻越えで。これも信号ないから。なるほどね。結構白バイ張ってるから割と注意。あ、注意しないといけないんだ。この時間は多分大丈夫なんですけど、夜がビュンビュンできてる。行ってくれ。よいしょ。あざっす。後ろのこっちの道、リュウタさん行ってます？あっちの道。あ、行きますよ。なんか伊藤パンの工場直売店がある。伊藤パン。あ、確かに工場いっぱいありますね。サイドに。直売店だから焼きたてとか出来たて食べれそう。元荒川を越えます。で？で、左に行きます。左に行くんだ。左に行って、右に行って、ちょっと、なんだったの？なんかどうだろう。214。ああ。なんとか。左に行って、右に行って、みたいな。道なりです。道なりに行ってと。いや、ここら辺俺本当に初めてドライブしてる。この新鮮、岩槻なのか、さいたま市なのか、越谷なのか、春日部なのか、わかんないエリア。来ないですもんね。来ないわ。来ないよ、普通。馴染みないと。来ないよ。珍しく自分が喋れますもんね。だってわかんないんだもん。ここら辺は JR 沿いの人はマジで来ないと思う。来ないですね。本当に。次の信号を右に曲がります。次の信号を右に曲がります。なんて読むんでしょうか。スエダ、スエタ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 。もうでも岩槻だな。岩槻区って書いてあったよ、さっき。音にしてる。あ、さっき通っただるまってこれでした。あー、いや、ここじゃなかったかもしれない。ここにもだるまがいた。もしかしたら何個かあるのかもね。岩槻がだるまのあれでした。岩槻は人形は有名だけど、だるまが有名かはちょっとわかんないな。いけるか。いける。よし。来たことないぐらいだから、東京の人とか見たら、どう思う？なん、むずい。なんか出身じゃないと本当に来ないだろうし、うん、まあ、一生に一度でもここに来る人の方が少ないじゃん。確かに。だから白子畑水上公園がさ、まあ、有名で、まあ、すごい楽しいにしてもさ、まあ、半径10キロ、15キロでしょ、来る人は。そうですね、大体は。その2時間かけてくる人がいるかというと、そうではないような場所だと思うから。もう、なんだろう、東北かみたいな。でもなんか山はないみたいな。確かに山はないっすね。山がないんですよ、埼玉県のほとんどは。関東平野と言われてますね。そう、ただただ平らって、ただ平らなんだよ。なんか欲しかったっすけど、なんかあれや、なんかできんの。秩父の方ぐらいだもんね。東上線の西側に行かないと山っていうのがないからさ、ただただ平野が続いてるだけ。夏反応行きたいんすよね、ゲンモリさん。あ、行こうよ。私も行きたい。なんかさ、ワンチャン、あ、でもマリカさん夏の予定ある程度も組んでるのか。まあ1日2日はもう決まりましたけど、うん、まあうちは年代ですね。その時思い立ったら行くくらい。なるほどね。なんか飯能になんか泊まる系で行ってもいいなっていう気はする。てかね、一回飯能行ったけど普通に一泊したかった。なんか、うん、朝の顔、夜の顔みたいな飯能。だって自然がすごいって言ってたじゃないですか。自然が本当に、ね、私ホタル見たかった。あ、いるのかな。もう終わっちゃったかな、時期的に。
どうなんだろう。ゲモリさんと、まあ、ゲモリさんファミリーあるんで、まあ、マサシさんも、うん、ただマサシも連れてくればねいいよね。よいしょ。 YouTube いろいろコメントをいただいてます。あ、なんかねもらってるよね。いいねだけ押してちょっと1個だけ返してあれですね、岩槻春日部ドライブのコメントは返してましたね。あ、そうですね。インターワールド。あれですよね、伊勢海老釣れるところ違います？あれでしたっけ。そう、なんか旦那も知ってて、インターワールド懐かしいって言ってました。うん、確かになんか、伊勢海老。今は亡き動物の。そう、動物を釣るという。夏いな。だからなんか、コメントいただいてるのを読むと、ここに何々があったの懐かしいなとか、そういう系多いよね。そう、あ、懐かしい、懐かしい系ね。まあ気持ちはすごいわかるわ、うん、今は長崎屋だったみたいなまあそういうの喋りたいんだよね、誰かと共有したいんだよな、うん、地域のことをね。だからさっき通った宣言台もね、もしかしたらああここのあれ潰れてるってなるかもしれない、ね、なるかもしれないしねそういう意味においてこの住んで埼玉チャンネルという視聴者の幅は広いんだよ。なんか今だか埼玉に移り住むのを検討している人も当然見るだろうし、あとはまあ埼玉出身の人とかも見るだろうし、てかこの角度から埼玉見たの初めてなんだよ。なんでないの横の埼玉割れ埼玉割れ埼玉見ないよなかなか。だってワンツーツーが来るときさ横しか見ないじゃん。見えないっすね。そっか、こんな割れスポットあったんだ今見えない。さっきのとこで見えたかな。お、岩槻がまた主張してるこれ、うん、都心へ都心へ直線地下鉄の岩槻駅20年以上20年以上同じことを言ってでもこの消防署めっちゃかっこいいね。なんか昔のねえ、かっこいい川越みたいな。川越やっぱり岩槻さ、あの駅前もこんな感じのやつあるじゃん。なんかこういう、あ、なんか城あったからっすか、ね、うん、そうだから岩槻プライドみたいな感じるよね。なんか俺たちは違うんだぞみたいな運転してる人なんかすげえ、ね、すごいね風格のある、ね、ここ混むんだこの道路。これはもうこの道から行くしかなさそうでしょう、カインズ多分。そうですね、もうこの道入っちゃったらもうこれで渋滞はしてるけど、ここめっちゃ渋滞してますね。うん、もう待つしかないって感じなんだろうね。あ、ワンチャン、あ、ワンチャン左、あ、いや無理だ、左行って右みたいな、川みたいな、綾瀬川が邪魔で、あ、じゃあ無理だろう、ね、綾瀬川越えられないですね。抜け道みたいになってるんでしょう。そうね、もうここしかないんだろうね、逆にそれか。瀬川邪魔だな。これを超えられる何かが。本当これずっとまっすぐ行ったら裏トンとか。あ、はい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 。なるほどね。裏トン、浦和学院。そこら辺。だから本当自分はちょうど右斜め前ぐらいをめっちゃランニングしてました、ね。よく裏トンまで走れみたいな。裏トンまで走るんだ。田んぼ沿いを。大変。まあ切りますか。じゃあこんな感じで、はい、中だるみする前に、うん、ありがとうございました。